皆さんこんにちは、ヤマトです。今からですね、背中トレをしたいと思います。今日はですね、3日ぶりにジムに来たんですけど、ちょっと今週ジムにあんまり行けなかったんで、久しぶりのトレーニングになります。まあ、今は5分割でやってるんですけど、まあ、頻度をちょっと少なくジムになる場合はちょっと分割数を減らして、まあ4か、まあ、3かにして、まあ、例えば腕の日をこう胸と背中の日に分けて、もう4分割にして、こう一周をなるべくローテーションを早く回ってくるようにしたら、まあジム回数がちょっと少なくてもいけるかなと思うんで、ちょっと今週はなかなかバタバタしてジムに行けなかったんで、まあ4分割に切り替えてもいいかなというふうには思ってます。今日はですね、背中トレをやっていきたいと思うんで、その様子を撮っていきたいと思います。はい。最近ものすごい天気良くて、もう、最高、もう最高、最高。春やっぱいいですね。気温が上がって、こうこれまでジム行く時もアウター着たりして行ってたんですけど、今日はもう半ズボンでジムまで来て、なんか久しぶりって感じですね。半ズボンでジムに来れるのがまだ早いかな、半ズボンは。まあでもジムに来るだけなんで、だんだん暖かくなってきてちょっと嬉しいですね。はい、ということでジムに行ってきたいと思います。行ってきます。はい、ということでここからまた、おしゃべりをしながら動画を見ていきたいと思うんですけども、今日はですね、背中トレと腕トレ2等の様子を撮りました。で、動画撮るときいつも背中トレをよく被ってしまうんで、まあ、背中トレの動画が多くなってるんですけど、ぜひ最後まで見てください。で、今日は1種目目は、シーテッドローのワンハンドマシンローから始めました。普段はケーブルから最近始めることが多いんですけども、今日はケーブル使われてたんで、ちょっと切り替えてマシンのローから始めました。これはワンハンドずつで、こう背中の下部の方をですね、追い込んでいくような形になってます。今日は帽子かぶってやりました。髪の毛が長くなってきたんで、でこうネチネチとやる感じですね。まあ比較的重たい重量で1種目目なんでやりました。収縮を意識してですね、やっていきます。いや、でも最近ほんまに暑くなってきて、やっぱ春いいなって、なんかいつも季節の話ばっかりしてる気がするけど、春ってやっぱいいっすね。でも好きな、一番好きな季節は夏がやっぱり好きだけど、春も結構好きですね。最近もうすぐ4月になって、新学期とか新生活スタートですね。あ、これ2種目目の、ケーブルのプルオーバーですね。これ普段いつも1種目目に最近よく入れてて、これが自分の中では背中押しで最近来てる種目です。これはずっと背中を広げた状態でやるっていうのを意識して、まあ、そのために、まあ、肘を内側に入れないような感じでイメージでやってたりとか、あとは手首をこうまっすぐにするというか、ちょっと丸めるような形でやったら背中が広がった形になったりとか、なんか水泳のバタフライみたいな感じで、こうなんていうのかな、水をこう後ろに持っていくような感じでやったら背中に結構効きますね。で、これはまあ20回ぐらい目指してやって、結構後半から痛みが来る系の刺激的な種目になってるんですけど、これを最初の方にやることによって、まあ、背中に入って、そっからの種目が結構背中に効きやすくなったりとかするんで、これを最近よく最初に入れてやってます。で、結構可動域を広くして、こう広背筋に負荷を引っ掛けた状態でケーブルをこう引き寄せたりとか、
戻していったりっていう感じでやりますね。で次が、ワンハンドダンベルローですね。やりました。これは、まあ、高重量でちょっとがむしゃら系でやりましたね。けどワンハンドダンベルは結構しんどいんで、結構きつい種目ですけど、しかもワンハンドずつやるし息もこう荒れていくんですけど、これはまあ結構がむしゃらでちょっと重りを引くっていう感じでやりましたね。これも3セットで10回、片方10回ずつやっていきます。これが結構しんどいですね。言うてる間にも4月ですけど、それこそなんか社会人になってから月の感覚がこうわからんくなってくるというか、これまでやったら4月になったらまた新しい学年になったりするんやけど、あ、なんか言うてる間に4月来たなっていう感じで、早いですね。やっぱだんだん社会人になってから1年って。でこれがラットプルダウンでマググリップ使ってやるんで、まあ、マググリップの良さは、指引っ掛けてできるのと、手首が、ちょっと丸まった形でできるんで、そうすると、腕に力が入らない買ったりできるんで、まあ、背中に効きやすくなるんで、マググリップはまあいいかなと思います。でこれはパラレルって言って、手がこう水平になるような形の、グリップを使いました。これも10回ぐらい3セットですね。でこれがまたシーテッドローマシンのやつなんですけど、これは僧帽筋を狙った種目なんで、最初にやった、シーテッドローよりもシートを下げて、ちょっと背中も丸めるような形で、もう収縮を意識してやります。だから肘も結構開いてるような形で、これはまあ比較的、まあ、軽いというか高レップ目指せるぐらいの重さでやらないと、ちょっと肩とか使ったりしたりするんで、これは高レップの種目でやりました。で背中トレはこんだけで、その次に2投をやりました。これがイージーバーのカールですね。最近ちょっとジムに行く頻度が落ちてたんで、まあ、これまで、まあ、最初に言ったように5分割やってたんですけども、そうすると1周回るに結構時間がかかったりするんで、もう腕を胸の日と背中の日に入れて4分割でやるようにしました。でこのイージーバーの時も手首をちょっと丸めるような形でやると、腕というか前腕とかに力が入らずに2頭に効きやすくなるんで、まあ、それを意識してやってますね。で次がインクラインのダンベルカールをやりました。これも収縮を意識して、3セット10回ぐらいずつかなやりました。
2等は結構苦手な種目なんで、部位なんで、どっちかっていうと3等の方が得意で、2等は関節になんか関節で上げたりしたりとか肩に入ったりするしがちなんで、まあ、しっかりと2等に重り引っ掛けてできるように、最近意識してやってます。はい、ということでこんな感じで、今回はですね背中トレと腕トレを撮ってみました。またですね違う部位も動画撮っていきたいと思うんで、なんか見たい、筋トレの動画とか部位とかあったらぜひまたコメントとかに書いてもらったら、それを優先的にちょっと参考にさせてもらって動画作っていきたいと思うんで、ぜひ、メッセージとかコメントとかよろしくお願いします。そしたら今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。